ジボブ。カニバーガーがヤバいと聞いて急いで来ました。何があったんですか、太っちょバスは。もういない。奴は強くなっていた。わしでもこの店を守るので精一杯だった。そんな。奴の狙いは初めから店ではなく例のレシピだったのだ。奴は5つのピクルスのことすら知っていた。闇のバーガーに潜む秘密を封じるためにわしが作ったレシピ。その存在を知る者ですらもうこの世には数人しかいないというのに、一体どうやって。もしや。まさか店長がやられるなんて。なら一刻も早く取り戻しに行かないと。すでにイカルドを向かわせている。何としても奴がクラゲ草原を出る前に取り戻さねば。向かわせた。一人で行かせたんですか。そんなの死にに行くようなものじゃないですか。それでも、あれはあのレシピだけは奪われてはならないのだ。じゃああなたはなんでまだここにいるんですか。イカルドにもしものことがあったら。わしはここで店を守る義務がある。イカルドはこの職場がどういうところか知ってて今までやってきた。ついてこられなければ彼もそこまでの男だったということだ。カーニはでかくて野蛮で、金のためなら何でもする化け物だ。幾度となく他の店から耳にしてきたそのセリフ、嘘でいて欲しかったです。ボンジボブよ、いつかお前も真実を知る日が来る。あの闇のパティの秘密とお前自身の真実を、そしてわしが全てをかけてでもお前を守ってきた理由を。無茶はするなよ。Hello everyone, this is SpongeBob10 and thanks for watching this video. You want to see more videos on my channel? Please give it a like, comment, and subscribe so I can make more videos in the future. And also don't forget to hit the bell icon to receive notification, and I'll see you in the next video. This is SpongeBob10 and I'm signing off.